では、えー、ここからの動画では個々の3つのグッドについて、えー、説明をしていこうと思いますまず最初のグッドはソリューショナルグッド人と向き合っているのかというものですねえー、アートディレクターとしてお仕事をいただいている以上そこに今課せられた使命のようなものは 限られた予算とま決められた時間の中で、きちんと一定の答えを課題に対して解決案として導き出すことにあります。まあ、この仕事ので難しいところを言えばですね。全く同じ課題と全く同じ解決法というのが存在せずに。 毎回オーダーメイドできちんとこう考えをまとめ表現を作り社会にそれを届けていくということを行っていかなければならないことにありますではそもそも課題というのは一体何なのでしょうか課題の定義はまあいくつもあるんですが、えー、今回私たちがここで考える課題 理想と現実のギャップの間にあるものが一つの課題であり課題意識ではないかという考え方ですね。ある方が現実はこうなんだけど、まあ、理想としてはこうなりたいんだよねっていうような状態がある。だけど今すぐそれができない。何らかの理由でできないという時にそれを 助けてもらえませんかそれを一緒にやることで、まあえー、と頑張って一緒な同じ方向に行くようにできるようにしませんかというようなことというのがアートディレクターに持ち込まれる相談の、えー、中でも増えてきていますこの、えー、状況に対して優れたアートディレクターほどアイディアとビジュアルを掛け合わせて 上手にこのギャップに対してはしごをかけることでより短い時間もしくはより効率的にもしくはより効果的にこの現実と理想のギャップを埋めるお手伝いというのができたりしますただですね、えー、と一点ちょっとあることとして 日本では、まあ、これは日本に限らずなんですが、先進国と言われるところでは、だんだんこの課題というもののレベルが複雑化していっています。その理由について、こちらの絵というのは、ハーバード・ケネディ・スクールの教授であるロナルド・ A ・ファイフェッツさんという方が提唱しているものなんですが、世の中には今、2種類の課題があるのではないかという考え方ですね。 1一つ目は、えー、技術的課題。そしてもう1つ目は、えー、適応課題と言われるものです。えっと、技術的課題というのは、まあ、従来までの技術とか考え方で正解がパッと導き出せて、比較的簡単に解決できる課題。適応課題というのは、人と人との関係性であったり、も、まあ、物と人との関係性であったり、 例えば人それぞれの価値観に委ねられたりするような、正解がなないいようう課題というものですね例えば、えーとまあ、自分たちのデザインの仕事でいうと、技術的課題というのは、売り上げが上げたいのでパッケージを作ってくださいというようなものですね。つまり、なんであれパッケージが良くなれば状況が改善されるようなもの。 これは比較的そういうデザイン技術であったりそういう経験だったりがあることによって解消ができるようなタイプの課題ですただ実際今のアートディレクターとして活躍されている方のところに持ち込まれている案件というのは例えばなんですけど地域をもっとより良くしたいとかいう それってこういろんな答えがありますよね、いろんな人の考え方ありますよねっていうようなところに根ざしているような課題というか、まあ、相談、まあ、そういう現実とのギャップのようなものというのが持ち込まれるというケースが増えています。ま,あ、まとめて言うとこういう形ですね。これが一つの いわば今アートディレクターさんに持ち込まれている案件がただ端的にデザインだけをすればいいんですよというところにとどまらない理由の一つではないのかなと思っています。だからこそなんですけどまあ単純にものをデザインする、まあ、商品をデザインするもしくは商品のパッケージをデザインするとか その周りにあるものをデザインするというデザインではなくて、例えばそのものと人の関係性に着目したこのコンテクストデザインとかいう方法論を、えー、があるんですが、こういうものが今特にえっ、ー、と注目を集めています。なこのコンテクストデザインというのはですね、あのタクラムという会社をされている渡辺氏という方がえっ、ー、と特に 日本ではまあ先駆者的にというか、えー、NHK の番組で取り上げられたりとかいういろんな形でえっとされているんですが言うなれば物、えー、とかそういう一つの状況としてデザイン1個で完結するのではなくそこに人が関わることで何らかの感情が生まれてそれからストーリーが始まっていく。 なぜじゃあこういうようなコンテクストデザインのような話になるのかというと技術的課題と適応課題というのを考えていくとどうしてもこの適応課題っていうのはリズムで説得して何らか行動を変えたりするようなことをしないできない状態での課題だからなんですよね。 まあ日本だとあまりちょっとあの感覚がないかもしれないんですが去年とかでいうブラック・ライブズ・マターみたいなこういうアメリカで起きている黒人差別とかの話だったり、まあ、もしかするとそうですね日本で言えばコロナの問題なのかもそういうところに当たるのかもしれないんですけど。 ただ単純に技術があるから解決できるというものではなくそこに関わる人と人の考え方のこう隙間のようなものを埋めていくそういうようなところでしか課題の解決ができないようなものが今課題と呼ばれるようになってきていますだからこそ KDC が考えるクオリティシフトの中ではソリューショナルグッド の部分を人に向き合って、まあ、アートディレクターが自分なりの正解を探し出して提案していく必要性があるというところで重要視をしています。ちなみにですがこれを仕事として挑戦しようと思う時に何が必要なのかというと、まあ、いくつも必要なことはあるんですがこの視野視座視点という考え方ですね。 同じ物事を見るとしてもどの範囲から見るのかどの高さで見るのかどのポイントで見るのかによって見えることというのは大きく変わってきますさらに言うならばアートディレクターには時にはこの他人の目線にこう表意する乗り移るというか他人の目線になってその状況を 異なる視点、視座、視野で見ていくようなことというのを想像力、これってどういうことなんだろうというものであったり現場を見に行ってあこれってこういう使い方されてるからこうなんじゃないかこういうことってこういう、えー、人の動きから生まれてるんじゃないかっていう観察力を武器にして提案を作っていくということが求められているから。 だからこそ、きちんと、えー、こういう視点、視座、えー、視野ということを頭に入れて、お仕事を行っていくということは重要になってくると思います。まあ、そういうことを加味していくと、えー、ソリューショナルグッドのためのチェックリストとして、例えば自分がまあ今手がけていたり、これから手がけようとしているお仕事について、 あなたが預かっているそのまあ課題は一体技術的な課題なのかそれとも適用課題なのかまあ顧客の理想と現実のギャップって一体何なんだろうとかあなたがする提案はお客さんに対してまあどんな価値をもたらすのかでそれをじゃあ実行しようとすると一体どういうハードルがあるのか。 まあ、ハードルとして結構多いのはですね、時間とかお金だったりするんですがそういうことに関しても一体どういうふうに対応し、まあ、どのような形で上手な着地点を見つけていくのかあとは、えー、ご自分がこうやろうとしてる提案の中に一体どんな協力者がいてそういう人たちとどういうふうにこう組んでいけるんだろうかとかを考えてみたり。 まあ、その提案がです、ねえー、と実行されると社会がどのようにこう変化していくのかいい方向に変わっていくんだろうというような要素があるかないかというところを考えることも、えー、ソリューショナルグッドの、えー、と部分になっていきます。